ベルナーナウマンベルナーナウマンは、ドイツの政治家。国民啓蒙、宣伝省の次官。敗戦の直前、ヒトラーの遺書によって、国民啓蒙、宣伝大臣に任命された。ドイツ帝国、シュレイジエン地方のグーラウに生まれた。学校卒業後は、政治経済学を学ぶ。1928年、国家社会主義ドイツ労働者党に入党。 同時に突撃隊にも入隊している。1933年に国民警蒙、宣伝省の参事官及びゲッペルスの専属係官に任じられ突撃隊少将へと昇進している。また同時に新衛隊隊員として新衛隊に移籍している。1937年にはブレスラウのプロパガンダ監督官になっている。1940年からは 第一 s s 総甲師団の大隊長となり、1941年に、負傷するまで務めた。負傷から回復後の1942年に、国民啓蒙、宣伝省の局長に任命される。1944年に、国民啓蒙、宣伝省自席時間である、レオポルトグッテラーの公認に任命された。1945年にゲッペルスと共に、 相当地下号へと移る。ヒトラーの遺書によって首相に昇格したゲッペルスの後継者と定められる。1945年5月1日に相当地下号から脱出した後、1945年から1949年までの間、ドイツ南部で偽名を使ってレンガ職人として隠れ住んでいた。1950年からはデュッセルドルフの貿易会社を経営していた。 1953年に元ナチ党の中核メンバーとしてイギリス軍に捕らえられるが、その年のうちに釈放された。その後はドイツ帝国党で活動し、後に流電社糸に所在するクバント・コンセルン系列のブッシュイエーガー社の代表取締役となった。1982年10月25日に流電社糸で死去した。ありがとうございます。